これからシークス株式会社の紹介を始めます。よろしくお願いします。まずは会社のメイン業務と強みを教えてください。はい、会社のメイン業務はですね、電子部品それから電子機器を取り扱う商社です。売上の8割ぐらいがですね、受託製造を行っている会社なんですが、それに限らずいろんな分野の製品を取り扱っております。今回はですね、特にプリンテッドエレクトロニクスという分野のこちらに紹介しておりますけれども、全く新しい製造技術をメインにですね、材料、設備、それから生産工程までを一貫して皆様にお知らせするという展示をしております。はい、ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。はい、一押しの製品は IH リフローでございます。こちら非常に特別な機械でございまして、 IH リフローを開発販売されておりますワンダーフューチャーコーポレーションの、はい、お願いいたします。ワンダーフューチャーコーポレーションの代表の福田です。今日はこのような機会をいただいてありがとうございます。 IH リフローは電磁誘導の原理を用いて、ご家庭の IH クッキングヒーターと同じ原理で鍋を温めるのではなくて基板の端子を温めます。なので瞬時に煩雑系を終了することができる。したがって、こちらのような樹脂の基板でも、樹脂の基板自体にダメージを与えないで瞬時に煩雑系を終了することができます。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。通常ハンダというとですね、いわゆる緑色の基板の上にハンダ付けをするんですけれども、こちらの機械では低温のハンダ実装を行うことができるということで、機材を選ばないというところが一つの特徴になっています。フィルム基板でもですね、このような樹脂基板でも IH リフロードで加熱をすることでハンダ付けを実行しますし、導電性接着剤などの加熱にも使うことができます。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。プリンテッドエレクトロニクスはですね、設備メーカーはたくさんあります。材料メーカーさんもたくさんあります。ただ量産を実際に行っている会社というのは日本ではまだまだ少ないです。我々の方ではこちらの製品すでに量産を行っておりますので、ぜひいらっしゃってください。こちらの実際の工程をですね、ご確認いただくことでもうご説明いらないと思います。一目見ていただければどのようなことが行われているか非常にはっきりと分かることができると思います。こちら量産もしていますし、これからですね、この IH リフローの技術を使って今ブースのオーナーであるシークスさんとですね、あと我々の株主でもある田形インクスと3社でコラボレーションで IHEMS を進めていって、プリンテッドエレクトロニクスやフレキシブルエレクトロニクスの社会実装を進めていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、シークス株式会社の紹介でした。